他のは想定してなかったわ。ファームでイニング8できて苦しい時に1軍リリーフ B チームでよく頑張ってくれたと思うんだけど、今の中日が一番ピッチャーダメなタイプじゃない？ただでさえピッチャーの絶対数足りないんよ。本当にその通り。他のはあかんやろ。これは想定外だわ。絶対ピッチャーいかん選手やった。本当に2軍見てないんだろうね。数字でしか。投手が足りてるならわかるけど、足りてなくてイニング食える数少ない存在の投手を切る理由とは。やはり中日はダメかもしれない。これはその通り。ぶっちゃけ1軍で勝ちゲームとかでは投げれないけど、敗戦処理と2軍のイニング稼ぎはできる。成績見ると戦力外ではあるけど、今のチームはそれよりひどい惨状だからな。イニングイーターは少しでも止めてほしいところだった。ドラゴンズって、切っちゃいけない選手切るイメージがあるな。成績だけ見たらなくもない感じだけど、事情が事情だけに切る理由が素行不良くらいしか思いつかない。もったいない。欲しい球団はたくさんありそう。監督が2軍の試合見てないので2軍の投手事情は知りません。教えてタッツ。タッツに聞いてもわからんで。編成部長に聞いてみたいよ。ただでさえピッチャー足りないのにロングリリーフできる貴重な投手を戦力外にするのはマジでヤバい。タツナミ2軍見てないからもう仕方ないとして、編成も見てなかったな。理解できんは、1軍2軍関係なくイニング消化できるピッチャーのはずだったのに。これに同意してる人の理由がファームでのイニングイーター。それはもう、補強完了期間後に不満言うべきでは？ドラフト、戦力外から確保で、2軍のイニングイーターは確保できるよ。今の赤味噌、ドラゴンズファンは誰が戦力外でも文句を言うだろうな。戦力外でも納得のいく選手を最低5人ぐらい赤味噌やドラゴンズファンに教えてほしい。なら他に誰近年。年齢とか通算成績見てもしゃあない。今年の投手方策ドラフトのために枠が必要や。